ね、25は争いじゃないよ、まだそう呼んだらかわいそうじゃん。なんか翔さん10ありがとうございます。そうやね、アンピーちゃんが許可いいよって言ったら載せるけど、なんかいつもと違うと思ったら前髪、そうデコ出してるんですよ。トゥルン、30までってやつにもっといればいいのにって。33とか、大丈夫なんかな体40とか40、25はアラサーじゃないよ。腰痛の話しそう MC で。でもなんか新しいグループを作るみたいな、50だっけ、50歳以上のアイドルグループを作るみたいなニュースあったよね最近、1ヶ月前ぐらいに。50歳以上の女性アイドルグループを作る。大橋さん10ありがとうございます。四捨五入したら私20歳だ、イエーイ。私の母はもう踊れないですよ絶対。母はぜいぜい言います。次の日はもう筋肉痛で。まあ激しくなかったら、踊りが歌だけやったらね、マイクスタンドで歌とかやったら。25は争いじゃない。今日ミッキーマウスの誕生日なの？誕生日なんだ。応援してるアイドルが50になるのと50の人も確かに。じゃあ私が50まで応援してくれますか。あと30年ぐらいありますけど。君は何歳かな。はいっていや生きれるよ30年は、生きようよ。30って短いより長いもんな。ようさん10ありがとうございます。長いよね、短い、短いより長い、短いより長いか、長くないと悲しいですわ。逆に短かったら一瞬で50になるなんて悲しいから、長くあってほしいですけど。ファンミーティング、私50歳何しよっかな。ファンミーティング、ボケ防止の遊びとか。62は生きてるよ。え、若っ。え、電気消えた、びっくり。年金100歳から、ああ、貯金せんといかんわ。
爆弾ないけど。最近の60歳元気、元気だよマジで。60歳車運転するし LINE するし、てか自分何時から配信したっけ、めっちゃ長く配信してる気がしてきた。バレたって、なんかめっちゃ配信してる気がするんだけど、知らぬ間に。やばない？いや全然気にしてなかった。めっちゃ配信してる気する。最近どのくらい歩いてるって？どんぐらい歩いてるだろうね。1日5000、6000とか。ペホゲナさん10、ありがとうございます。え、2時間半やりすぎじゃないか、やりすぎてるじゃないか。ミキヤくん10、ありがとうございます。トントンさん10、ありがとうございます。ね、何時からさやったかわからんくなるじゃん。10時からと思ってさ、あ11時半ねって思ってたけどさ、9時からって思ったらめっちゃやってるじゃん。何時からしたか忘れるんだよね、コロコロ変えてたら。10時からやったらさ普通じゃん今の時間。アキアンさん10、ありがとうございます。じゃあ半に終わろうかな。そう、準備できたら最近始めてるから多分10分前とかにやったかも。いや3時間やりすぎじゃん、なんもない日に。やりすぎだよ。なんとなく明日いっぱいやるからさ、明日そう、もうここに座って準備できたら配信する。配信終わったら何するのって、何しよっかな。なんかカチカチの音の原因を調べる。三船さん10、ありがとうございます。ドラマの続きも見たいね。今部屋がめちゃくちゃ綺麗なんですよね。ヤスルパンさんも10、ありがとうございます。反転してないんだよね。10ってこっちだよね。あ、どうだろう、左目右目。ヤドくん10、ありがとうございます。止まった、ラップ現象が。トメイト01に見える。じゃあこっちか。うん、嘘、あこっちか。逃げてください。ベホーゲンダさん10、ありがとうございます。右手上げてください。はい、せいじさん10、ありがとうございます。みきやくんありがとうございます。特別警戒中さん10、ありがとうございます。ほんならそろそろ終わりますかね。そろそろ終わりますかね。じゃないですよ、団長乗ってるよね、もちろん。デリリ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 リ
服部さん10ありがとうございます。今日文化祭だったのに行けなかった、どうして。タカさん10ありがとうございます。ああ壇上の契約。RS さん10ありがとうございます。ダメだよ最終乗ってないと。あ風邪ひいたの、あら文化祭。バイト行ったんかい、バイト行ったんかい。なら文化祭も。古谷さん中ありがとうございます。いますよって。どうしよっかな、あライトが消えた、ライト消えた、ああ消えた。壇上読もっかな、あと1年あるから来年こそね。文化祭ね楽しいよね、文化祭って。田舎だからそんなね都会みたいな派手なことはないけど、今読んでほしいかも。あ1位だから、どうしよっかな。あまあま、どうしよっかな、壇上読もうかな。じゃあ読みます今読まないで、でも意味ないよ、意味ない。プラマイゼロになった今、レインボースターで。もうちょっとね、読みます、読みます、もう終わります、もう終わります、さすがに読みますね、読みますね、はい読みますよ、いきますね、はい。壇上13位ゆきさん、12位たけるくん、11位伊豆茶さん、10位文吾さん、9位あきやんさん、8位トラさん、7位大阪さん、6位やすめさん、5位服部さん、4位ベホゲナさん、3位ヤスルパンさん、2位ウドムさん、1位ミキヤくん、ありがとうございました。ってことでありがとうございましたと。終わってしまうよさすがにね、2時間半以上やってるからね。気づいたら2時間半。ってことで明日カラオケ配信19時半からになりますので、なんでこんな緊張感あるんだろうってドキドキね。2時間半やってる、喋れて2時間半以上喋ってるよ、カラオケじゃなくて。やばくない、一人語り、一人語りじゃないけど一人語りじゃん、コメント読んでるけど私ずっと喋ってる。面白かったです、ありがとうございます。ってことで今日は終わります、ありがとうございました。おやすみなさい、おーやーおやすみ、まったね。それだけ話が尽きなかった。そうですね、まあ、絞り出しました話題を、何から何まで、隅から隅まで。おやすみなさーい隅から隅まで。新幹線の話、ドラマの話、なんちゃらこうちゃら。はい、おやすみなさーい。